ミハイル・ドミートリエビッチ・ボンチブルエビッチは、ロシア帝国、ソビエト連邦の軍人。ロシア帝国軍時代は、少々、老農赤軍では中将。貴族出身。弟のウラジーミル・ボンチブルエビッチは、共産党の活動家。1891年、モスクワ・コンスタンチン協会大学を卒業。2月革命後、プスコフ・ソビエトと接触をとって協力し、 ソビエトの将軍のあだ名を得た。ラーブル・コルニーロフ将軍の行動時、将兵間の紛争を防止するために、戦線政治委員、サビツキーと協力した。8月29日、コルニーロフ支持の立場を取った、北部戦線総司令官ルイ・クレムボフスキーは、臨時政府により更迭され、ボンチブルエビッチが総司令官臨時代行に任命された。この際、コルニーロフ派の、 第3期兵軍団長 P クラスの府をプスコフで拘束した。ボンチブルエビッチは総司令官臨時代行就任にあたって敵は我々の前に肉迫し近いうちに決定的打撃を行う準備をしている。北部戦線の軍が艦隊と共同して敵に決定的抵抗を示さなければ我が祖国の死は避けられないだろうとの命令を果たつした。9月9日 総司令官職を V チェルミソフと交代し、最高司令官付となった。スタッフか着任後、モギリョフソビエトと連絡を取り、モギリョフ守備隊長となる。11月9日、人民委員会議の指示により、ドイツとの交渉を開始する。ソビエト政権は、ボンチブルエビッチに最高司令官就任を提案したが、彼はこの情勢下では、政治家が就任すべきと考え、 N クリレンコが任命された。赤軍によるスタッフ化占領後、ボリシェビキをロシアを破滅と完全消滅から救える唯一の勢力と見て、最高司令官参謀朝食を受け入れ、軍の戦闘能力の維持に努めた。11月28日、前線からの逃亡の阻止の緊急措置を取ることを、各軍司令官に呼びかけた。軍内における選挙制の導入については、 部隊統制機構の完全な崩壊、それゆえ、軍の戦闘能力の完全な喪失と考えていた。1918年初め、軍の戦闘能力喪失について、人民委員会議に報告し、ドイツとの和平署名の決断を政府に迫った。この間、軍事財産の広報への疎開を組織し、ドイツ軍の構成までに一部の撤収に成功した。 ブレストリトフスク和平交渉断絶と、ドイツ軍の攻勢後、ウラジーミル・レーニンの要請により、モギリオフからペトログラードに出頭し、ドイツ軍への抵抗の組織を命じられた。ブレストリトフスク条約署名後、1918年3月4日、最高軍事会議に入り、翌日、総司令官職の廃止とその本部の解散について、命令した。ボンチブルエビッチは、 ドイツ及びオーストリア・ハンガリー軍のさらなる前進を妨げるため、旧帝国軍将校の受け入れを発議した。6月、最高軍事会議本部は、モスクワからムロフに移転した。7月9日から10日、最高軍事会議本部の脱出を目的とする、祖国と自由のようも連合派によりムロフは脱出されたが、ボンチブルエビッチは、実験前日に、モスクワに出ており無事だった。 ロシア内戦勃発後、ボンチブルエビッチは、自らの無能力を実感して、辞表提出し、8月27日に解任された。1918年末から1919 19年始め、教会大学の講師となり、その後、最高速地管理局の創設業務を指揮した。1919年6月18日から7月22日、共和国革命軍事会議や戦本部長、 その後、科学、教育業務に従事した、1944年、中条の階級を授与。ありがとうございます。